俺たちはまた一つになれる。さあ望む自分になれ。歌う歌うの大好きです。未練とかは別に、主役は俺だ。なんだかとんでもないところに来ちゃったな。お前一番だよ。下手なもん見せたらすぐに叩き出してやる。ラジオペこちら青山オペレッタ広報部。AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしています。ラジオペこちら青山オペレッタ広報部。イエーイ、イエーイ先週はやらなかったところでイエーイ。さあこの番組は2次元と3次元がクロスする新演劇コンテンツプロジェクト青山オペレッタの見どころを紹介しながら、出演者とトークを繰り広げ青山オペレッタの魅力を発信していく番組、はい、皆さんこんばんは、今夜は僕宮島咲役の永井亮輝が MC を担当します。まずは今夜の出演者元気よくご挨拶をお願いいたします。はい、こんばんは。高飛車な次期トップスタービーン・アキト役の佐藤貴道です。そしてはい、こんばんは。青山一の美目秀麗ベネラ南雲麻人役の橋本真一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、先週に引き続きこの3人で今週もお送りしていきたいと思います。いかがですかお二人、緊張の方は。もうだいぶミッチーも大丈夫も、まあ、遅れました、ね、お二人ってよりはミッチーはどうっていう感じですけれどもミッチーさっき結構休憩の間にちょっと何でそんな片言なんでそんなまだ全然緊張してるやん。ちょっとしてた。スギちゃんこの前さんみたいな感じだったね今。スギちゃんさんだったね今完全に。ミッチーこの前ミッチーこの前みたいな感じだった今。ユッティやん、どっちかっていうとユッティさんやん。ユッティやこのラジオほっぺの筋肉やばいなもうでもまあ緊張の方はかなりほぐれてきたということで、はい、まあ先週に引き続いてね、うん、ちょっといろんな話していけたらいいなと思いますけれども、はい、まあお二人は2回目のラジオ別出演、うん、まあ僕は39回目多いな、多いっすね、まあ、ベテランやな、初演先輩、初演的ね、ベテランや、1本目からやってますんであれですけれども、まあということでこの、収録放送、まあ収録放送って言ったらあれなんですけど、まあ放送が流れる頃はまあ8月10日ということで、うん、お盆が、うん、はい、近いということで、はいはいはい、お二人はどうですか、帰省とかされるんですか。僕はしないな、うん、しんちゃんはしない。あでもちょうどお盆ではないんですけど8月で仕事で大阪に、うん、まあ大体この業界の人はそういうパターン多いと思うんですけど、そうだ、ね、仕事で、まあ、実家が大阪なんで、うん、大阪公演があるんで、まあ、その前後でちょっと実家帰ろうかなみたいなのはありますね。なるほど。道は僕はもういつでも帰れちゃうんで、距離的にもう実家が埼玉なんで。そっか、いいね。そうだよね、実家埼玉はいいね。実家近いのいい、いいね本当に。でまあお盆は帰らない。そうですね、帰るかもしれないし帰らないかもしれないしちょっとよく分かってないですこの子緊張がほぐれると話せなくなっちゃうの気が向いたら帰りますなんかとんでもなくふわふわしたよね子が入ってきましたけれども、まあこのラジオはですね、うん、ラジオペということで、まあその青山オペレッタの魅力も紹介するんですけれども、はい、まあラジオとしてまあ時事ネタも取り扱っていこうということで、はいはいはい、まあこういうお盆休みの話とかも、はいはい、やっていきます。まあ多分今後お二人もまあ引き続きね、うん、ラジオペ出られること多いと思いますし、うん、基本的に MC には交代制なんですよ。じゃあ回ってくるかもしれないってこと。そう、しんちゃんやみっちがやる可能性もめちゃくちゃ。俺 MC って大変なことになっちゃう。いやみっち会見たいな。いやいけるよ、いけるいける。本当っすか。うん、見学に行きたい。みっち会もう収録をそこでもうそこで ブースで見てブースで見てたいやおもろそうだよね。もうめちゃめちゃボロボロ寝そう。全然大丈夫、みっちより話せない人いっぱいいるからね、いますもんね。うんってうなずいてる。いや初回がね、料金のこれを見ちゃって聞いちゃってるからね。いやいやいや、もう全然全然、僕なんか全然ですよ。いやいやいや、だから もしお二人がやられる機会があれば、はい、いやぜひとも、まあ、こんな感じで進めていただければ嬉しいなということで、はい、さあ今夜も早速それの皆様からのメッセージ、ご紹介していきましょう、はい、ラジオネームおもちもちもちさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。もち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 、えいもち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 、進めんかい進めんかい、もちもち進めんかい、もちもちもちちゃんね、進めんかい、はい、いきます。はい、もち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 もうええねん、もう一回行くよの名刺取った料金が
楽しくなっちゃってしんちゃんツッコミだからさしんちゃんツッコミだし多分みっちも乗ってくれるんだろうなということで久しぶりの感じを思い出しましたよかったです。二人のパーソナルが引き出せそうで楽しいでございます。さあもちもちもちもええねん終わんない終わらんから今週も尺なくなるって先週分も時間ない言うてたんだ。そうやで、さっきディレクターさんにあの10話してほしいうちの2しか話せてへんって言われたんやからこの1週分で8取り返してくれみたいな。しかも雑談やったらええけどもち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 でこんな広がる。そうやで、おもちもちもちさんも嬉しいやろで、こんなもちろん MC ちゃんとして、はい、頑張ります、はい、さあということでおもちもちもちさんからのメッセージご紹介させていただきます、はい、ラジオペの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ノーバの新曲が2曲解禁されましたね。どちらもすごく素敵な曲ですが、ブレイブニューデイズのキラキラした爽やかな感じがノーバらしくて一瞬で大好きな曲になりました。早くフルバージョンが聴きたいのはもちろんですが、生で聴ける日はいつになるんだろうという気持ちの方が大きいのが正直なところです。皆様お忙しいと思いますが、できるだけ早く生で聴けますようにと願いつつ、まずは CD でたくさん聴こうと思いますとのことです。もちもちさんありがとうございます。そうなんですよ、あの新曲が解禁されまして、うん、いや多分まあ次の舞台とかじゃないですかね、うん、10月にやります。やります。言い切った。言い切った。言い切ったよ。言い切った。大人が爆笑してる。言い切ったよ。いやまあでもやれたらいいですよね。そうだね。そう結局、うん、あの結局結局結局って何。あの結構となんか結局みたいなのが混ざって結局結局あのなんだろう、結構ノーバの曲って多いんですよ、他のチームに比べて。やっぱりだからその新作の舞台をやるにあたってこうあのなんだろう、シャッフルしてあの日によって日替わりで披露することが多いので、もしかしたら10月に間に合えばみんなでノーバとして披露できるかなと思いますし、10月ねミッチーも出ますもんね。出ますよ。なんでだからミッチーのピエナとしての、うん、あの振る舞いももしかしたら10月で見れるかもしれませんし、うんうん、しんちゃんのねメッツとしての振る舞いも、うん、まあ今後ね見れる可能性ももちろんございますから、うん、ちょっと楽しみだな。楽しみですね。ちなみにその全然もう前情報とか今なしに、うん、はい、どんな歌歌ってみたいとかあります？アップテンポバラードみたいな、そのもう本当に自分の好みです、うんうんうん、アップテンポガツガツしてるやつ。あ、今意見を言った？独り言意見意見どっち今アップテンポガツガツしてるやつ歌いたいなすごいびっくりするぐらい独り言のテンション感ですごいあの椅子後ろに倒してアップテンポガツガツしてるやつ、これは独り言のモーションだったから、うん、失礼しました。両機が言ったやつまんまそのまま言ったから、ね、言ったみたいなお迎えしだったかなと思った道はアップテンポ歌いたい、うん、うん、僕はまあバラードとかスローテンポミドルとか、まあ結局そうなるかもしれないけど、その芝居をできるだけ思いを乗せられるような楽曲がやっぱりその他の作品で歌う時も好きなんで、そういう意味ではなんかバラードチックなものが増えるのかなとは、あのやりたい曲はね、確かにっていうのはあるかな。まあここで言うと意外と叶ったりもするというか、あ、あ、お、ぜひそうですね、メッツァの曲はまだ制作途中というか、うんうん、なのでもしかしたらそのしんちゃんが言ったことが反映されて、うん、はい、全部語りの曲とかになる。語りになっても歌ってんやつ語りになるし、全部語りはあかん。これから増えるピエナの曲もガツガツしてガツ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 っていう歌詞になるかもしれないガツガツっていう言い方合ってんのかな椅子使ったパフォーマンスでこうずっとこう何背もたれにもたれかかったような曲になるかもしれませんのでね、まあ、面白いですね。ここで言ったことがこう現実になっていくっていう目標を口に出していこうっていう、うん、そうしましょう。それが実現する場なんでね。じゃあちょっと訂正いいですか、はい、ガツガツあのアニソンみたいな曲がいいですね細かいリクエスト入りました。細かめのリクエストが入りました。アニソンみたいなやつとのことです。お願いします。よろしくお願いします、はい、大人の大きなうなずきが見えたところで、はい、おもちもちもちさん、メールありがとうございます。ありがとうございます。おもちもちもちさんには番組オリジナルステッカーをお送りさせていただきます。もちもちさんというわけで、一回無視していきます。ラジオペでは皆様からのメール募集中でございます。普通歌、番組への感想、青ペメンバーへのメッセージ、相談などなど、そして、新キャストへの質問、何でも、もう本当に何でも OK でございます。宛先は AO@ABC1008.com。
ao@abc1008.com までお願いします。採用された方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。ステッカーご希望の方はステッカー希望を明記の上、住所氏名を書いてメールをお送りください。たくさんのメールお待ちしております。それでは先週読ませていただいたおもみどりさん、ステッカー希望だったので、はい、先週ちょっとステッカーをお送りしますというあれを挟めなかったんですけど、青みどりさんにもステッカーをお送りさせていただきます。はい、さあということで今週も先週に引き続き、僕永井良希と新キャストのお二人で一緒にお送りしていきます。先週聞けなかったことがたくさんありますのですごいですね、この収録の段階では2本分の台本がもう出来上がってるから、ね、わけですよ、うん、だからその2本目の台本って1本目の展開を予測できない状態で書くはずなのに、うん、先週聞けなかったことがたくさんありますってもう書いてあるて、ね、完璧ですね。もう見えてる、さすがです、さすがです、未来見えてた、見えてる、素晴らしい、さすがでございま す, すごい な, なのでどんどんお二人のこと深掘りできたらいいなと思っております。はい、それでは早速番組スタートの覚悟これここ苦手なんですよ僕、掛け声難しいね。それでは早速、はい、番組スタートの掛け声いきますよ。ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部スタート。改めましてこんばんは、ラジオペこちら青山オペレッタ広報部、今夜の MC は宮島あさひ役の永井良希です。そして今夜の担当は鼻炎あきと役の佐藤孝光です。南雲あさと役の橋本真一です。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然うまくできなかった。このラジオペは、まあ、僕をヒットにこういう悪ふざけが本当になんかはびこってるわけですよ。敷かれたレールに乗っかっていけばいいんだよね。あ、そうです、そうです。 MC がここふざけたら絶対ついていくっていう。わかりました。今後ね、はい、多分僕以外の MC の方とやられることもあると思うので、はい、一応こんなこともありますよ、はい、ということで、はい、提示でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、先週も発表されましたが、まあ、まだご存じない方のために改めて先日発表された通り、青オペは 新展開を迎えました。はい、キャスト変更が4人、メッツァに新キャストが3人、そして今ここにいるお二人を含め新しく7名のキャストが青オペに加わっていただきます。はい、さあということで今夜はですね、先週よりもさらにお二人のプライベートな部分や素顔を深掘りしつつ青オペについても話していきたいと思います。ということでですね、はい、先週、うん、ちょっとその結局時間がなくて話せなかった、うん、お二人が僕に聞きたいことがあると、はい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 、言いました。なのでじゃあ早速そこからいきますか。はい、じゃあどうしましょう、どちらから。はい、橋本くん。はい、なんだね、すごい作品今回はやっぱり僕ら初めてで、はい、で良希はまあ長い間ずっと座長としてやられてて、はい、役者でいろんな作品やってると作品とかそのカンパニーのカラーみたいなんて、うん、出てくるじゃないですか。はい、でやっぱりその途中から入る身としては、その青山オペレッタっていうカンパニーの雰囲気とか、まあ、作品作りの上でこういう傾向があるとか、うん、まあ、例えばそのアドリブが多いよなのかそうじゃないのかとか、なんかそういうカンパニーが持ってるこう魅力だったり、うん、カラーみたいなものって今の良希が思うものってどういうのかなっていうのは聞きたいなと思った。なるほど。それで言いますと、うん、青山オペレッタという作品は4つのチームがあるわけですよ、うんうん、ノーバ、ピエナ、ファルチェ、メッツァ、うん、でこの4つのチームによってカラーがバラバラなんですね。うんうんうん、で、今まではそれぞれのチーム公演っていうものがあって、うん、ノーバから始まってピエナがあってファルチェやって、うんうん、でまあ2周年記念スペシャルレビューショーがあってっていう、うんうん、そのチームごとの公演の時はそのチームの色がめちゃめちゃ稽古場に出てた。ノーバで言うとすごいこう和気あいあい6人で力合わせて頑張ろうと、こうなんか爽やかというか、新人の荒さもある感じ、がむしゃらにやろうみたいな。でピエナはどちらかというとみんなやっぱプロフェッショナルが集まってたから、そのなんだろうな、こう仕事の中でどれだけ切磋琢磨して上上がれるか、マジ勝負だよねっていう感覚もあった。ファルチェは本当になんて言うんだろう、なんて言えばいいんだろうっていう感じその仲めっちゃいいんですよ、うん、すげえ仲いいしみんな一緒にいて仲良さそうなんだけど、何話してるか一個も分かんない、何話してるか一個も分かんない分かんないんですよファルチェ語があるというかファルチェ語でそれがその一つの作品に集まったのがスペシャルレビューショーで、うん、でそこもそのそれぞれのチームでのシーンがあったから、うん、そこで特色が出ていったっていう感じで、うん、メッツァでいうとまだそのチームとして、ま、作品を作ってないから、うん、これから作品を作っていく、うん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 、でピアノに関しては、ま、キャストも
あの変更があるから、うん、多分また新しくピアノの空気感を作っていくっていう感じだから、うん、なんか全体で言うとすごく、うん、あの一つの目標に向かって頑張ろうっていうすごくなんだろうな部活らしさもあるし、うん、みんなで振り付けブワーって覚えてみんなで確認してっていう結構爽やかな部活動、うん、熱血と爽やかの混合って感じかな、うんうんうん、なんか現場であの誰かがうーってなってるとどうしたっていう感じもあるし、うん、話聞こうかみたいな感覚もあるしすごい優しい、うん、上も下もすごい力を合わせてやってるって感じがあるんで、うん、全然多分2人がやりにくいって思うことは一切ないんじゃないかなと思います。とっても素敵だね聞いてる。よかったその話を聞けて。でもだからかなり、うん、あのストイックにやってる現場ではあるから、うん、一生なんか振り付け稽古やってたりとかやってるんで、うんうんうん、その体力だけ、うん、みんな本当体力勝負って感じかな、うん、でもその熱量とかが思いがねステージに乗ってお客さんに届くと思うから、うん、とっても素敵だと思う、うん、全然2人は、うん、あの何の心配もなく現場に入れると思います、うんうん、分かりましたありがとう、はい、こちらこそありがとうございます。ミッチなんかあります？いやもう今ので大体全ていつもたくさんね僕の聞きたいことを先に言ってくださるから死んじゃう全部取っちゃうからごめんね。いや全然ごめんね。取っちゃった。でもなんかなければ全然大丈夫です。でも一つあるのがやっぱね途中参戦組というか入ってくるじゃないですか、うん、転校生みたいな感じやっぱなります？転校生みたいっていうのはなんかこうなんだろうな なんて説明して、こう途中にクラスから入ってきて最初の注目もガッてされるし、うん、こうまだその何一個な馴染めない感じもあるかもねっていうことを聞きたいってことですか？はい、多分ない。おマジですか？多分すっげー最初からわって仲良くなるし、多分友常さんがめちゃめちゃ二人のことを抱えてくれると思う、はいはい、うえーってなるから。よかった。結局そう、あの友常さんっていう存在が、うん、この作品のなんかやっぱトップなんですよ、うん、みんなが憧れているキャラクターであるっていう、うん、で友常さんもなんか本人はすごく頑張る人だし、うん、あの自分に足りないものをもう稽古場誰よりも遅くまで残ってやってみたいな、うん、その背中見てるとやっぱこの人についていこうって思えるから、うん、なんかその人を中心に現場の輪が生まれていく。二人も絶対その一緒になんだろう楽しく現場にいられる気がするから、うん、なんかそのなんていうかな省かれるっていう言い方じゃないけどその作品とのなんかあのあ俺浮いてるかもっていうのは絶対にないと思う。転校生みたいになることは全然ないと思う。いやなんかねやっぱりねこのもう出来上がってる中にドーンって入るってなるとどんな感じになるのかなっていう今まであんまりないから。そうだね、うん、いやもう全然全然もう全く心配はないと思いますよ、うん、2人なら。人見知りなんでね僕。あでもその気は感じます。僕もそうだから、なんかあ多分人見知りの人の空気感ってあるからね、うん、それはわかるよですね。大丈夫ですか？結構ちゃんとね人見知りなんで全然全然全然そういうのをあの取っ払ってくれる現場ではあると思います。あいや楽しみだね。ぜひ本当に楽しみにしててください、うん、楽しみしかないですね。いやいやもう僕にできることは本当に少ないと思いますけども、二人が楽しめるような現場作りもみんなでね、はい、していきたいと思います。頼りにしております。さあということでね、ここからですね、まあ青ペの話も、うん、ちょっと、まあ、先週全然できてないんで、はい、はい、していきたいと思います、はい、まあ今回ねお二人は参加、今回から参加ということで、うん、まあこの青オペに出てる他のキャストさんの中で多分気になる方とかもいらっしゃるんじゃないかなと思って、うん、そのまあ過去共演してたとか、うん、単純にそのなんだろうなツイッターとかで過去のビジュアル見てめっちゃかっこよかった、うん、綺麗だったとかでもいいですし、うんうんうん、この人ちょっと気になってるんですよねみたいな人がいればちょっと教えてほしいなと思って、今お手元にね、キャラクターの設定資料だったりとかありますけれども、うんうん、本当に知り合いが多くてしんちゃん多いよね。本当に多いね。ノーバーだと中山くんだけ知らない、ちゃんと共演したことなくて、うん、だけ、はい、あとはみんな会ったことある、うん、みんな共演してたりしてるね。うん、初めましての方ばかりでみんなが気になりますね。ちなみにミッチーはその中でも共演したことがある人とかいるの？うわ、その今回キャスト変更になる前の武志直樹くん。あ、直樹くん、はい、知り合いなのか。が知り合い、まあ共演したことがあるぐらいですね。あ、じゃあもう僕は
むちゃほとんど初めましてだ。一方的にあの存じ上げてた方はたくさんいらっしゃるんですけど、うん、でもまあ直接ねご一緒したのは直樹くんぐらいですかね。じゃあ緊張するね、そういうの。いやね、確かにね、そうなんですよね。めちゃめちゃいい人ですよ、みんな。うん、みんな素敵な、このなんかメンバー見てすごい安心したもん。みんな素敵な人柄もそうだし、その実績もそうだし、役者さんとして素敵な方ばっかりで、大使もいるしね。そう、もう大使くんがね、現場のね、うん、そのムードを作ってくれる。でしかもその今回そのあれ10月ってトネさんはいらっしゃるんでしたっけ？あ、いないのか。あの利根健太郎さんという役者さんがいらっしゃるんですけど、もともと声優さんで、もともとこのラジオペ のずっと MC をやってくださってたんですよ。でノーバ の演出家として牧新作役として、はいはい、あの一緒にもじゃもじゃの そうですこの人がめちゃくちゃいい人なの。めちゃくちゃいい人で、すっごい柔らかい、こう柔らかい空気で現場を包んでくれるから、うん、この人がいるとやっぱ現場もすごく柔らかくなるし、うん、なんか大人組が本当にみんないい人、はい、大志くんもそうだし小畑つくんもそうだし、うん、なんかその俺らその役者組、うん、じゃなくて周りの その演出家組とか振付師とか、うん、その周りのクリエイターチームがめちゃくちゃいい人たちばかりだから、うん、そこも本当になんかおんぶに抱っこでいいというか、うん、めちゃめちゃいろいろ頼りになる感じはするね。いや楽しみだな。だから僕は共演が過去の共演者が多いから、うん、逆にその違う役柄同士になって、うん、どういう絡みになるかとか、どういう芝居が生まれるかとか、うんうん、今まで その過去の作品の関係性ではできなかった芝居の絡みだったりとか、うんうん、そういうのはすごい楽しみ。なるほど、うん、確かにね、うん、全然今本当に関係ない話していい、うん、今ミッチ俺足当たりました。全然関係ない。全然本当に俺今足元パンってなんかに当たってスッて引いて、あ、ミッチ足長いからミッチかなと思ったら、あのなんか全然足離れてて、急に怖い話するよ。なんか急に怖っ。なんかあのなんだろう、本当にこの今僕らの目の前にある本当ちっちゃいマスコットのエビシー、だいたいなんだ20センチぐらいですかね。うんうん、そうだね、うん、iPhone 1.5 個分ぐらいの大きさの柔らかいものに今パンって当たっちゃったんですよね。さあ続きどうぞ。行かれへん行かれへん、続き行かれへん。絶対この話この時間帯のラジオでしたわかんない。ちゃんと怖い時間帯ね。これえ何俺何に当たったマジで。え、ちょ一回ミッチ足伸ばしてもらえない？はい。あ、違う違うの。もっと柔らかかったの。違うの。え、怖怖。はい、さあということで今週はこの辺で、ちょ早く帰りたい。怖い、ここからもうちょっと頑張ろう。頑張ろうか。何がいた、何がいたんだ。まあまあちょっとこれはあの青ペキャストにちょっと伝えておきます。あのいるぞいるぞ、これラジオの収録スタジオにはおそらくなんかいるぞ、いるぞ、ちっこいなんかいるぞっていう。ちっこくてよかった、ちっこくてよかったね、本当に、はい、さあさあさあ、まあお二人に気になる共演者も聞いたところで、はい、じゃあもうちょい舞台の話をさせていただきます、はい、この作品はですね、日常パートと劇中劇パート、そしてライブパートという、その大きく分けて3つに分かれておりまして、うん、劇中劇はまあその僕らがやってるキャラクターが実際に舞台に立って演じる、だからそのなんだろうな、二重構造になってるわけですよ、うん、自分が演じてるキャラクターがまた一つも何かを演じているっていう、だからその劇中劇というパートがかなりこう作品にとっての芯にはなっていて、まあそんな中でお二人は今そのまだ舞台上に出られてないですけれども、単純に橋本慎一としてとか、ミッチーとしてね、こういう作品やってみたい、自分がベネラとしてマルテとしてどっちでもいいんで、こういう作品やってみたいな、こういうのを劇中劇でやってみたいなって思うものなんかあったりします？あのね、しんちゃん、すごくベタな、ベタって言い方悪いな、あのもう世界観が合うとすればシェイクスピアみたいなとかもやってみたいし、逆に真逆に振ってアクションものみたいなのも、あ、いいっすね。なんかあのこのメンバーでしかもまあ 女性もいてけどアクションがあるってかっこいいなと思って、うんうん、確かに、そっちはそれで見てみ、やってみたいな、見てみたいなっていうのは今思った。あ、確かに、まあ、僕らノーバが初演でシェイクスピアのジュニアもやらせてもらったし、うんうんうん、それこそファルチェ公演は
かなりちょっとアクションも、まあ、あったので、その作品の可能性としては全然できるというか。じゃあそうなんだ、いけますよ、やりましょう。決定です。決定しました。決定しました。しんちゃんは、しんちゃんは、シェイクスピアのアクションやります。それシェイクスピアでアクション。決定です。決定しました。ミッチーは、すごくこの作品の雰囲気に合ったもので言えばロミオとジュリエット。あ、まあ、僕の願望だけで言えばちょっと、まあ、魔法バトルアクションだったり、なんか刀使って戦ったり、なんか忍者だったり、なんかいろいろ、忍者結構時代劇的なものも好きだし、 SF も好きだし。そうですね、あ、 SF といえばあれですね、なんかちょっとビームサーベルとかですね。あ、そのあれでしょ、あの宇宙で戦うやつね。宇宙のブン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 やつね。別に言っちゃダメなわけじゃないですよね。全然いいんだよ。あ、マジですか。うん、ちょっとそっちの方が僕強めですね、願望。なるほど、言っていいよって言ってるのに言わないんだね。言わないんだね。ブンブンしたいね。ブンブンしたいね。ブンブンしたいですね。ブンブンしたいね。だからまあ結構その、なんだろうな、あの作品としてもいろんなものにチャレンジしてるから、うん、そのなんだろうな、お客さんにも見に来てる人にもこういう作品があるんだよっていう提示も、うん、あの兼ねてやってる節も多分あると思うので、うん、それはとても素敵だと思う。そうそうそう、うん、こんな作品が世界には眠っていて、うんうん、それこそ役者である僕たちも知らない作品とか、うんうんうん、あ、こういう作品でこういう話なんだみたいなもあるんで、うんうん、ぜひぜひ多分あの逆にあのプロデューサーさんこんな見つけたんですけど、うんうん、とかって言ったら多分めっちゃ嬉しがると思う。ああ、はいはい、ちなみにその劇中劇の方もオリジナルでやる、オリジナル脚本でやることって可能性としてはある？あるんじゃない？既存の古典とかじゃなくてオリジナル作品を、だそれもできたら面白いよね。面白い、そういうのもめちゃくちゃありだと思う。なんかこういうの、あの、まあ、前回シェイクスピアやったけど今回はオリジナルでこういうのをやりたい、うん、でもこういうストーリーでこういうのやりたい、じゃあそれでやりましょうみたいなこともあり得るってことなんだ。全然ある、可能性無限大だね。だ、何でもできちゃうの。めちゃめちゃ自由ってことですよ。素敵だわ、それは本当に素敵。俺はずっとちょっとこんなやってみたいと思ったのが、うん、まあ、僕らってそのいろんな作品出させてもらうし、うん、いろんな分野にあのお邪魔させてもらうけど、うん、まあ、2.5 次元作品が多いじゃないですか、うんうん、な中でその青山オペレッタという作品の中に、うん、まあ、2.5 次元という文化もあり、うん、その100年続く歌劇団ではあるものの、今、うん、あの世界で流行っている、日本で流行っているこの 2.5 次元というものもうちに取り入れてみようっていうので、うん、その架空の原作を作って、うん、その原作舞台を青山オペレッタでやることになりました、うん、っていうのもちょっと面白いんじゃないかなと思って。面白いね。そうそう、俺らがその普段やっていることをベースに、なんかこう日常パートもあのそういう話にしつつ、そうそう、なんかまあ俺らもさ、その原作だったり声優さんへのリスペクトがしっかりある状態で作品に挑むじゃないですか、それをなんかなんだろうな、日常パートでキャラクターとしてそんな裏話も交えながらやれたら、なんか新しい可能性も広がるのかなとか、それめちゃめちゃ面白いですね。ね、面白い。そう、なんかそんなんもできたらね、なんか青山オペレッタだからできる面白さもあるのかなって。そうだね。とかね、みんなでそのベネラだけとかマルテだけみたいな話もしたりするんで、本当可能性は無限大なんで。ね、面白いね。いっぱいいっぱい、本当に何でもできちゃう。ね。しかもその役者が役者を演じるっていうこの構造もすごくなんかいいよね。すごくいいなと思った。これ最初めちゃめちゃ気になりましたね。すっごい緊張するけどね。だって一番その難しさを知ってるわけじゃん。うん、それこそじゃあダンス、歌、うん、お芝居全部やれるようになることの難しさとか、うん、そのハードルの高さとか、それを評価されること、そのスターって呼ばれたりとか、うん、そのすごいって言われることに対してじゃあどれぐらい努力が必要なのかとか、うん、そういうの一番身に染みて知ってる、そうだよね、からこそ演じるの難しいけどやりがいもあるし、なんかそこをお客さんに見てもらえるっていうのはこのすごく意味のあるし素敵なことだなって、この作品のお話いただいた時すごく思って、うん、うわ嬉しい。ありがとうございます。だから頑張りたいなってすごく思ったんだけど。嬉しいです。それはそれは、うん、素敵だよね。めちゃくちゃ嬉しい。なんかそう捉えていただけると、うんうん、なんかすごく嬉しい。俺はどの立場でしょうか。僕はおさ。単純にこの作品への愛があるからさ。なんかこうそう言っていただけるとやっぱ
この作品をこうやっている意味もあるし、そういうあ、ね、そういう感性を持ってる人が来てくれることはめちゃくちゃ嬉しいからね。そうですね、なんかあやっぱいいですね、こう僕はまあしんちゃんのことも知ってるし、まあミッチーとは初めましてだけど、あのソレの皆さんは2人がこう青山オペレッタのキャストとして話すのは初めて聞くじゃないですか、だからなるべく2人のね人となりとかが伝わればいいなと思ったんだけど、やっぱいい人たちだね2人とも。そう言ってもらってありがたいね。しんちゃんはめちゃめちゃなんかいい人オーラがすごい最初の初めましてからそうでした。もう僕はあこれはあれあれしんいちさんかな、あれあれって思ったら、あ佐藤さんですかって声かけてくれて、あそうだよかったってすごい人見知り出ちゃってるからね言ってくださってよかったと思って、素敵な人がいるなと、座ってるなと思って、多分佐藤さんかなと思って、めちゃめちゃやばいどうしよう挨拶すべき、あどうしよう違ったどうしようってすごいめちゃめちゃ可愛いですね、挙動ってました、可愛いですね。僕の一個上なんですけどね、そうですね、僕一個上なんですけどね、同じこと言ったねびっくりした今、いいなぁ、ミッチーミッチー、多分ミッチーは本当にあの現場入った瞬間にみんなに気に入られると、みんなに愛されると、愛されるね本当っすか、結構そこに関してやっぱり僕気にしいなんで、いや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 全然ありだと、そのままで、なんか今までの、まあ、まあ、はるちゃんとか直哉くんって、まあなんかもう引っ張る側だったんで、でまあ、唯一、まあそんなまあ、トップスターらしいなと思ったんだけど、唯一そのファルチェの雅留美さんを演じている福士信樹くんは、なんかすごい引っ張る背中もかっこいいんだけど、どっちかって言ったらそのチームメンバーにめっちゃいじられてる、なんかこうあの愛されてる座長だったの。だからなんか2人も引っ張る背中超かっこいいだろうなと思う反面、そのチームメンバーにすごい愛されてそうな、なんかその未来がすごく見えて、あなんかすごいいい、またこうなんだろうな、違うチームが見れるんだなと思って、すごく楽しみですね、なんか一安心しました、安心した安心しました安心したよかったよかった、なんか緊張してるのかずっとヘビみたいに唇ペロペロしてるもんね、乾いちゃうんですよね、唇がね乾いちゃうもんね、緊張しちゃって、緊張すると熱いもんね、そうね、年下なんですけどいやいやいや、りょうきは人生3周目なの、そんなことないの、みんな知ってんだけど、りょうきくんね、すごいね、大人っぽいですよね、大人っぽいんじゃない、大人、もうね、人生3周目だ、3周目、あ、それはもうダメだ、実質も100何歳、あ、それもう勝てないわ、3周目で100何歳なの、200歳ぐらいすごい生きてるね、頑張る、そうなんです、はい、僕は自分をいじられるとあんまり言葉が出ないあんまり僕をこうあのフィーチャーしないでいただきたい、どちらかというとお二人をっていう感覚ではありますので、はい、はいはい、さあということで、まあお二人のことまだまだちょっと話していきたかったんですけども、はい、まあ、ちょっとお時間もお時間でございますから、はい、全然まあ引き続きね、多分ラジオペンまたお邪魔、はい、みんなで来たいなと思いますし、はい、多分その本編の舞台が始まった時に人となりも僕ら分かってくると思いますので、はい、またまたあの今後とも引き続き末永くよろしくお願いいたします、よろしくお願いします。さあということでですね、はい、まずはまあ、舞台のこといろいろ触れたんですけども、まあ、この舞台、10月に行われる舞台の後にですね、はい、11月3日の金曜日、まあ、祝日ですねと4日の土曜日、この2日間で、池袋サンシャインシティ他で行われます、アニメイトガールズフェスティバルAGF ですね、にも青山オペレッタが出展予定でございます、しかも3日にはですね、噴水広場オープンステージに出演が、予定されております。あ、まあ、あそこっすよね、そうそうそう、 そう、あそこっすよねまあ多分伝わってるよね、それのみんなには伝わってる、あそこっすよ、あの噴水広場っす、その 2,3 回ぐらい上からもこうやってちょっと吹き抜けで見れるとやばいな、あそこで、まあ、僕らも出演するよと2曲程度ご披露できればと思っております。他にもまあゲームの発売も、近づいてまいりましたし、メッツァ編もいよいよ始動予定と、でも各チームの新曲も制作中でございます。もうどん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 いろんなものが進んでおります、そして新キャストも来ていただいて新展開を迎えて、こっからまたステップアップを目指していこうという、この青山オペレッタ、皆様ぜひぜひ今後とも、よろしくお願いいたします。さあそれではここで1曲、今夜も宮島朝日が曲紹介をしたいと思います。台本が
はい、先週に引き続き台本が、台本がございますので、台本があるなんて、台本があるなんて、台本があるんですね、幸せですよ。お二人知らないかもしれませんが、最近までここ台本なかったわけですよ。そんなことあるんですか。アドリブでやると、すごいですね。そんなことあるんですか。はい、なんか僕らのなんかね、がむしゃら感が伝わったんでしょうか。台本のようにされるようになってよかったです。ありがとうございます。なので今日は台本に忠実に、忠実に頑張らせていただきたいと思います。あー、なんだったかな、全く思い出せない。ブレイキングダウン、あ違うな、それは殴り合うやつだ。ブレイクアウト、あ違う、それは相川七瀬さんだ。あ多分これ誰にも分かんないんだろうな。僕もちょっと、俺も分かんないしな。ブレーキ故障、あ違う、それは正留さんだ。いやこれはちゃんと怒られるやつだ。正留さんにブレーキというものは存在しないんだもの。あ思い出した、ブレイブニューデイズだ。差し込む光が踊る新しい日、キラキラまた始まるね。洗いたてのシャツと君の笑顔、どんな時もピカピカ嬉しくなるのさ。うつむいて昨日見落としてしまっても、幸せはいつでもこの手にあるんだ。精一杯の勇気集めて、希望の扉を開けよう。くよくよしてたら未来は変わらない。ABC ラジオ、ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部、エンディングでございます。イエーイ、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 もうええね、進めてくれ。しんちゃんがいるとツッコミしなくていいから楽しいですな。普段はね、りょうき絶対ツッコミやることも多いだろうからね。はい、本当にこれで肩の荷が下りました。下ろすな下ろすな。はい、ありがとうございます。はい、さあということで、まずは番組からのお知らせでございます。はい、今週も、佐藤孝道さん、みちお願いします。はい、舞台のチケット販売のお知らせです。10月に行われます舞台第5弾の公式先行チケットが、あさって8月12日土曜日に販売開始されます。よいしょ。私佐藤孝道を含め3名の新キャストが新たに加わってお送りいたしますので、ぜひ会場に足を運んでください。はい、そして7月26日にチームソング第5弾と新作音声ドラマを収録したノーバの CD チームソング&ドラマボリューム5が発売されております。新曲メモアールロンドとブレイブニューデイズの2曲に加え、ドラマでは舞台第1弾ともリンクするジュニアの後日談を描いた話を収録しておりますので、ぜひお買い求めください。ありがとうございます。先週に引き続いて素晴らしい告知でございました。ありがとうございます。さあ続いて橋本慎一さん、はい、先週から編集されている、はい、あの部分編集しました。はい、はい、ぜひ全てのエネルギーをここに費やします。よろしくお願いします。はい、じゃあしんちゃんお願いします。いきます。続いて舞台の配信情報です。第3弾舞台までの3公演をレミのアニメタイムズほか各プラットフォームにて好評配信中ですが、昨年10月に行われた2周年記念スペシャルレビューショーの配信も配信されております。青ペ初のレビューショーを再び配信でもお楽しみいただければと思います。詳細はいずれも舞台ホームページでご確認ください。よいしょ、素晴らしい。第3弾言えました、言えました。先ほどはね、先週はね、はい、全然言えなかった第3弾びっくりするは言えなかったですから、はい、だからやっぱ練習の成果が、練習の成果がやっぱトップスターの修正力が、やっぱり努力をして、はい、表にそう出すと、うん、それが大事ですから、すっ
ごい不安そうな声色でしたけどね。すっごいゆっくりだったし、第3弾舞台のってからそっからすごいスピードアップしたし、はい、ここだけがもういや本当にめちゃめちゃ大きな壁でした。ありがとうございました。早くだから第4弾舞台の告知に行きたいですね。第3弾じゃなくて第3弾もういいです。もう言いたくない第3弾、ね、第4弾はい、2人ともありがとうございました。さあ今夜の感想に参りましょう。まずはミッチー、2週にわたってのラジオペいかがでしたでしょうか。いやもう2回目となればだいぶねもう緊張もほぐれてきましたね。楽しかったですよ。なんかミッチーらしさが出始めたところで、うんね、楽しみですね今後のミッチーのちょっとね暴れ方が。今後は僕が司会を務める日も怖いな、ね、怖い来るんじゃないのかなと楽しみにしておりますよ。すごい不安ですね。ずっとニコニコしてる。見たいけどな。見たいね。ぜひ見に来てください、ね、出てくださいとかじゃない。もう見に来るだけでいい。みんなで見に来ましょう。みんなで出ましょう。みち、はい、ありがとうございました。続いてしんちゃんいかがでしたか。はい、やっぱはこの現場っていうか青ペという作品にか携わるにあたってここが初めての、うん、はい現場だったんですけど、だから最初はやっぱりいろんな緊張だったりとか、うん、なんかいろんな思いもあったんですけど、まあ、リョウキとミッチーのおかげですごくリラックスしてこう作品に対してすごいワクワクドキドキが高まるような、もっと今も素敵な作品だと思うんですけど、もっともっとなんかみんなで盛り上げていけたらいいなって思えるようなそんな時間になれたんで、皆様にも引き続き応援していただければ嬉しいなと思います。ありがとうございます。完璧完璧。いやいや完璧。いやいやいや、めちゃくちゃしっかりしてるよ。第3弾言えないけどな。第3弾は言えないんだよ、ね、そこだけね。そこだけは言えないんだよ。ステータスのそこだけへこんでるもんね。すっごいへこんでるそこ、うん、歌、ダンス、芝居、MC 力、第3弾舞台、第3弾舞台だけがガコッてへこんでますから。そこだけ。いやいいですね、いい隙が見える俳優さんでございます。そこ伸ばしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さあということで来週のラジオペは友常ゆうきくん、堀海斗くん、そして新キャストの佐藤優吾さん、石橋ひろきくんでお送りいたします。お楽しみに。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。お相手は永井良樹と佐藤孝光と橋本真一でした。バイバイ、バイバイ、バイバイ。おまけでーす。おまけでーす。さあイエイ、このラジオペというものは YouTube 限定でおまけコーナーというものがございます、はい、うん、なるほど。本編に入りきらなかった、こととか、うん、本編で言えなかったことを、うん、ここでゆるく話そうよ、はい、はい、ちょっとのね間、うん、ゆるい会話をしましょう、うん、ゆるいゆるいゆるくいくか。どうぞ。ゆるくいきますか。どうぞ。そんなふりある。どうぞって。いや僕はね今回も思いましたよ。やっぱねしんちゃんみたいなねトーク力というか、いやいやいや語彙力ですね。いやいや、もうちょっと。それはもう永井さんですよ。いやいや、しんちゃんは本当にしっかりされてる。いやいやいや、そんなことないんです。僕のコメントのね未熟さがすごく、いやいやいや、そんなことないですか。全然そんなことない。ミッチーはミッチーの魅力がもう爆発してたよ、うん、もうもうすごいのねバレてる。どん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 魅力が。大丈夫ですか。はい、僕もう26の代なんですけど、うん、このままで大丈夫ですかね。大丈夫、大丈夫じゃない。我が道を行けばいいんだ。じゃあこのまま我が道行きます。はい、はい、そうそうそう。僕も全然ね全然抜けてるところいっぱいあるんでね。リョウキは知ってると思うけど。うん。抜けてるところもいっぱいあるんで。抜けてます。はい。なんかでもなんかふわーっていう空気ありますよね。ふわーっていう空気はあるかもしれません。うん、だからずっといい人なん、いい人のオーラがここまで出てる人って見たことないってぐらい、いやいやそんな、いい人だなって思う。ありがとう、そんな風に言ってもらって。さすがだなって思うよ。ありがとう。だからなんかいいね、なんかこんなところで再会するなんて。いやめっちゃ嬉しい。俺は本当になんかねちょっと時間3年4年共演できない時間があって、うん、少しなんか人間としても役者としてもお互いね少し成長したところでまたここで出会ってやるっていうのはすっごい嬉しい、めっちゃ嬉しい。楽しみだよね。本当楽しみ、マジで楽しみ、ね、しんちゃんとやんの、ね、しかもだからまあ同じベネラですから、うん、僕は憧れる側ですから、うん、ちょっと本当に背中楽しみにしてます。いやいや、でも僕はその純粋にね青ペのこのカンパニーの先輩であるリョウキの背中もその橋本としては、いやいや、南雲としてはしっかり背中見せたいし、でも橋本としてはちゃんと両機の背中も見ながら行きたいなって思ってます。なんかいいっすね。いいっすね。いやもう本当に楽しみ、楽しみだね。本当楽しみだね。楽しみです ね、 ね、めちゃめちゃミッチーのなんかこう立ち姿も超気になるし、お
友常さんだ。え、ゆうきくん。結果あの鏡さん役の友常さんです。おあ、あの多分そっちで喋ってると思うんですけど届いてないです。あ、あ、はい、友常さんですね。友常です。新キャストのお二人でございます。よろしくお願いします。伝わるなあの感じ。だからあの二人は友常さんを、うん、いわゆる尊敬してるキャラクターですから、うん、でも多分絡むことも多くなるでしょうし、うん、いや、ゆうきくんとは別作品でも去年末、ね、じゃあ去年末かでご一緒してあの本当によくしてくれて、うん、で、まあ、昔からそれこそデビュー当時ぐらいから知ってるんで何度か共演して、あ、じゃあもう関係性はあるだから本当にあのいいお兄ちゃんで、ミッチを初めまして。え、そうですね、初めましてですね僕は。コーヒー飲んでた。あの感じのすごい柔らかくて、うん、ただ熱血というか、うん、あの熱さもちゃんと持ってる先輩なんで、うん、ぜひぜひ2人とも楽しみにしていただきたいなと思います。大丈夫ですか、話足りないこととか。俺めっちゃ喋っちゃった。あ、全然全然。ミッチの最近あった、うん、なんか最近気になってることとかない？最近気になってること、うん、なんか例えば何でもいいんだよ。例えば何でもいい。そのなんかなんで横断歩道って白黒なんですかねとか。でもいい、本当にもうちょっとしただミッチーが普段何をに気になるのかちょっと聞いてみたいなって思っちゃった。確かに、まあ、それ聞いて終わろう。なんで満員電車の乗ってる人たちはあんなにイライラするんだろう。お、なんでまあでもさ、ほら満員電車ってやっぱギュッてなるじゃない、うんうん、それはやっぱちょっと苦しいなって思うのは割とあると思うけど、うん、まあ、道は思わないの。そこにね、もう一個優しさ持ったらいいのにっていうところだよね。そうですね、イライラしなくて、うん、身長もあるのかな、うん、やっぱね、なんかイライラ連鎖しちゃうじゃないですか、うん、ちょっとね、もうちょっとね穏やかに。まあ俺もイライラしますけどね。するんか、うん、するんかね。また来週。また来週。